だけど毎週迷わないでそこにはもういられない。だけど毎週一人なんてきっと誰も望まない。来ていた逆返し、それで何が変えられる。逆さまに繋がるなんて Let me go down, down, down The magic in my lifeWe'll be right back.
追いかける私
飛鳥先生、ありがとうございます。ありがとうございます。いやあのね、初めてこうやってメインとして舞台構成だったりっていうのをするので、すごい緊張もしてるし、でも正直ね、どんだけの方が来てくれるかなっていう不安がめちゃくちゃあった中なんですけど、本当にたくさんの方、来ていただいて、でね、あの多分初めての方もいらっしゃると思うんですけど、いやもうぜひね、アスカっていう名前だけでも覚えてもらって、あの毎月夢投げさんでやらせていただいてるので、ぜひね、またあの顔を見たら、あ、アスカって言ってくれると嬉しいです。ということで、今回ちょっとね、割と体は夢の湯さんだと昭和歌謡とかね、あの歌わせてもらってたんですけど、ちょっと今回あのピアノを呼んでちょっとしっとりと歌ってみようかななんて思ってます。はい、じゃちょっとね、彼との出会いなんですけども、東京で出会ってる、私元々っていうか東京で活動してて、でライブの時に彼と、いや橋本くんって言うんですけど橋本くんと出会いまして、で、お互い東京でやってたんですけど、なんと私は石川に帰って、で彼は大阪の方に就職をして、でお互い東京離れたって感じなんですけども、ちょっとね、共通点の東京をちょっと イメージというかテーマにこの曲をちょっと歌いたいなと思っております。では聴いてください、東京。最終電車で君にさよなら、いつまた会えると聞いた君の言葉が、その後のように巡りながら、僕の心に電車は走る遠い道を。
ゃくちゃめっちゃ焦ったバタバタってますはい、ということでなんかすごいスーパー銭湯金沢夢の湯さんなんですけど、すごいなんかおしゃれなカフェになりましたね、一気にありがとう。なんかそういうね雰囲気も楽しんでもらえたらなと思って、今回こうやって構成してみました。ということでなんとね、次でまあ橋本くんとはラスト曲にはなるんですけども、あー優しい、一人しか聞こえなかったけど一人しか聞こえなかったけど、もっともっと、いいよ、ありがとう気持ちだけもらってくれ、ありがとうございます。ということで最後は金沢夢の湯さんと初出しになるんじゃないかなと思います。実は私オリジナル曲持ってるんですよ、実は。ありがとうございます、ありがとうございます。こんなに拍手もらえるの、マジか、すごい嬉しいな。しかも橋本くんが作ってくれた曲です。それを今回ちょっとね、夢の湯さんでは初オリジナル初出しということで、やらせていただこうかなと思うんですけど、あの私の説明で大丈夫なのかな、あれですよね、親から子へ、子から親へのメッセージが詰まってる曲にはなりますよね、大丈夫合ってるかな、はい。なのでなんかね、親の子を考えたり子供さんのことを考えたりってしながら聴いてもらえたらいいかなと思っております。じゃあちょっとラストにはなるんですけども、歌わせていただきたいと思います。では聴いてください、カードで。どこまでも明日からは
続き誕生日公演楽しんでいただけたらと思います。ではここで私がちょっとね一人で喋らせていただこうと思います。あ、改めて、今日わざわざ大阪から来てくださいました橋本くんに大きな拍手お願いします。タイミングミスった、ありがとうございますということで、あ、大丈夫です私がミスっちゃった。ちょっと BGM ください。はい、ということでちょっとまた違った雰囲気のアスカを見せれたんではないかなと思うんですけど、いかがでしたでしょうかありがとうございます。たまにね、ピアノで歌わせていただいたりとか、東京の方ではねしてたんですけど、今なかなかできてない状態で、ちょっと久々にやりたいなと思って、マジで去年の12月ぐらいかなに声掛けしたんですよ、ダメ元で。ワンちゃん、ピアノ弾いてくれませんか、橋本さんがいいですって言ったら、いや全然行きますよって、優しいと思って。でね、橋本くんは昨日かな、昨日の午前中は好きで楽しんだみたいですそう、好きで楽しんだみたいです。でね、こっちから来て金沢夢で来て、リハしてっていう感じだったんですけども、なんかすごい泣きそうになっちゃった。どうしよう、なんかね、そう、金沢夢の湯さん自体も今月で1年になるんですよ、出させていただいて。ありがとうございます。いやでもねそれも新川圭人君のおかげなんです。なかなかね、やっぱこう、私ももともと県外行ったりとかでライブしてたんですけど、そのなかなかライブができない状況の中で、圭人君が金沢夢の湯さんでライブするけど出てみないって声をかけてくれたのがきっかけで、こうやって圭人君のファンの方々も出会いましたし、いろんな方々にも出会わせていただいたっていう形なので、なんかすごい感慨深いなと思いながら、今日この誕生日のライブをさせていただいています。はい、ということで、あ、そうなんです、先ほど一番重要なこと忘れてた、なんとアスカ重大発表がございます先ほど私オリジナル曲も持ってるっていうふうにはお伝えしたんですけど、なんと今年、まだ言ってないな、早いな、あとどついたのかうんじゃない変態やなということで、なんと今年私アスカレコ発します。マジです、天の声さんマジで、はい、やっとね、やっぱソロで活動してる歴としては2年とかなのかな、2年とかなんですけど、 CD がまだ出せてないんですよ。なのですごいたくさんの方で CD 欲しいってすごいありがたいことに言ってくださいまして、思い切って今年勝負の年やと思って、虎年なんでね、レコ発をしようかと思っております。それに当たりまして、あれなんだっけ、キャンプファイヤーっていう、あれなんだ、なんだっけ、あ、そう、クラウドファンディングをちょっとやらせて忘れた、クラウドファンディングをやらせていただこうかなと思ってます。そこでね、ちょっとまだ詳しいことは決まってないんですけども、まあ集まったら CD も作ったり、ミュージックビデオも作ったり、もう盛大にアスカを、アスカっていうブランドをね、今年確立していけたらなと思うので、その時ぜひ皆さん応援していただいて、そしてCD も買っていただけたらなと思います。 CD 買ってくれるよっていう方いらっしゃいますか。うえありがとうありがとうございます。いやー、ちょっと頑張りますね。なのでね、来月以降とかも夢の湯さんでのライブもあるので、アスカってどんな人なんだろうってまた思ってくれたら、来月以降もこうやって遊びに来ていただけたらなと思います。ということで発表も終わりましたので、次、大変お世話になってますケイト君もステージへと移っていきたいと思います。本当に今日は、誕生日公演来てくださって誠にありがとうございます。最後まで楽しんでてください。アスカでした、ありがとうございます。あなたを見つめるけど
あなたに伝えるから。
かったのかな。頑張れ。本当に皆さんこうやって
会をくれて、本当にこうやって一緒に舞台をたくさん盛り上げてくれて本当にありがとうございました。あと何年でおめでとう。ありがとうございます。あ、今年夢だよね、よかった。私ラスト、そこのね、あの際の方で、あのチェキの撮影会とかもしたいなと思ってるので、ぜひこれを記念に撮っていただけたらなと思います。お見送りもねさせていただこうと思うので、ぜひぜひ一言だけでも話しかけてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてね、今回遠方の方や、この会場に来られない方々からアスカへの、ケーキの贈り物の方もいただいております。そちらもね、お帰りの際にそちらのテーブルの方に置かせていただきますので、よかったら見ていってください。よろしくお願いいたします。本年も何卒新川慶とアスカ、ね、もろもろいろんな、パフォーマーたちがこのステージに上がることになると思いますけれども、何卒ご愛顧、ご指導のほどよろしくお願いを申し上げます。本日のブラジオ誠にありがとうございました。MV だったりっていうのを作っていきたいなと思っております。今後とも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。